さあ、そして実はですね、今日のウォームアップ走行の時にですね、アクシデントがありました。こんなシーンがあったんですね。一つ山のアウディと植毛 GTR がこのように接触、これでアウディの、まあ、後ろのフェンダーがですねちょっと破損しちゃいましたね。はい、それで戻って、まあ、なんとかこれ修理して、グリッド位置通りからのスタートということになりそうなんですけども、そうですね、これは本当にあの上辺だけの部品がこうちょっと取れてるので体勢に影響はないと思います。まああれはどっちが西澤さん、はい、あれはどっちが私に振られましたねドライバーまあちょっとあのどちらもどちらちょっと中途半端な、入った側も中途半端でしたし、昨日のポールポジションエアーティエを先頭に、去年の不振からはもうまさに驚きの NSX ポールポジション、アーケーがやはり出られないか、アーケーヒンが出られません、スタートできない、やはりさっきカールを上げていたケーヒン動きません。いや予選5番手だったんですが、チャンスあったんですがね、ちょっとさん、はい、一郎さん、その17号車ですね、やっぱりそのグリッド上でですねトラブルが発生が分かってまして、応急処置してそれでロガーをチェックしてというところでですね、一時はですねピットにそのまますぐ戻すかというようなですね状況もあったみたいですけども、まずはスタートしてすぐにピットに戻そうというようなですね状況だったというふうに思われます。しかしやはりエンジンがかからずというところですね。以上です。あ、今エンジンかかりました。今エンジンかかりましただと最後尾で、まあうん、もしくはこのままピットに帰ってくるか、走り出せるか、走り出せました、走り出しましたね。今動きました。もう一周フォーメーションラップがありますので、そうですね、パレードラップ今やってる最中ですからね、はい、あのグリッドというか、つけると思います。昨日あの予選中にモチュール無限も止まったでしょう。 ありましたね。なんかこう今 NSX にこう電気系のなんかこう持病が発生してるんじゃないかっていう、こう、はい、可能性もちょっと勘ぐりたくなるところです、ね、心配ですよね。ですが、期待できると思います。ちょっと待ってください。景品戻る途中スローダウンですよ。これ完全にもう火消えた。またかかっついた。消えた。これね、そうですね。あのメインスイッチが電気が入ってる時はあのヘッドライトがつきますから、今は切れてますね。これはちょっと厳しいですね。昨日 M テックもここで止まっちゃったんですよね。同じところで止まってますね。ちょうど Q2 の終わり頃になって。あのモチュール NSX が横の芝生にこうバックしながら止めるシーンがありましたけど、いやこれは今完全に電気がこれどうするんでしょう。ここにいるとFROですか、はい、セーフティーカーランになる。あ、ついた、消えた。FRO が片付けますね。これ今小暮は多分何回もね、はい、火入れ直してオンオフやってたんでしょうけど、ああそしてエアティエの NSX もこれ浦さん最高でしたちょっと NSX 何かも心配だって言ったところでいきなり飛び泣きますね。いやこれはどうしたんだ本田 NSX。 こちらも電気が消えてますね、ドライトが。まさかのポールポジションからのスローダウン。いやこれは痛い。まだスタートもしていないレース。いや開幕何かが起こる。鈴木アグリ監督、笑みが消えます。そうですね、昨日月を使い尽くしたから。これひょっとするとフォーメーションラップもう一周あるかもしれませんね。そうですね、もう一周やるんじゃないでしょうかね。これじゃスタートできないですもんね。とりあえず景品は今牽引されてこのワットピットに入ります。またこのタイミングでサシャさん、サシャさん、ジローさん、赤旗が出ました、赤旗出ました。スタートディレイと出ております。スタート一度これ遅らせます。いやーまさかのレース中ではなくレース前からの波乱。今、正面向かって左側に500がで右側に今度300が並ぶんですが、うわー ARTA NSX が引かれていく、なんという寂しい姿。あれ止まってません、あそこでもう一台エプソン、エプソンが、エプソンがライト消えてますよ。なんですよ、エプソンがライト消えている。3台目の NSX、 まさか同じ現象がベルドランバゲットの車にもついた。サシャさん、サシャさん、はい、一郎さん、
今ですねピットボールのところにいますけども、エンジンかかってないですね、完全にエンジンかかってない。エプソンも火が入らない。いやしかしこれどういうトラブルなんでしょうね。単純に電気とかっていうことじゃなくて、そうですね、こんな立て続けに起こったことって過去ないですよね。そうですね、これはちょっと想像もつかないですね、いや今日はホンダにとって大災難の日。これエプソンも止まったとなると3台がグリッドからまずスタートを消えるわけですから、ホンダ勢としてはこれ残り2台ですよ。ですね、そうですね、景品はガレージに入ります。ジャッキアップ。いや昨日は予選で、まあ、天候を味方につけながらも去年のまでの不振を払拭するかのような走りを見せていた NSX ホンダ勢だったんですが、今日になってだから由良さんおっしゃる通り、昨日のモチュール NSX、まあ、無限ね、はい、いきなり予選の終盤止まっちゃったっていうのが、はいはい、同じ感じですよね。何かこうこれ多分前兆がなくて止まっちゃってるパターンだと思うんですね。あの乗ってる身としてはってことですか。乗っててもはい、でメカニックも多分前兆がなくて起こる問題なので分からないっていうような、これでもちょっと待ってください。これエプソン止まってますよね。そうですね、はい、ちょっと前と間が空いちゃってますね。フォーラムエンジニアリングの後ろなんですが、詰められないってことはあそこで止まってますよね。これからあれをどういう風にするのか最低を待つところでしょうね。これ横並んでるんで500からスタートしていくとなると、後ろにいるカルソニックがおそらくエプソンを抜いていく形でついてって、エプソンは止まったままっていうことになっちゃうんでしょうかね。これ戻ってきた NSX がガレージでまた直せる状況だったらいいんですけど、そうですね、これ原因まで特定できるんでしょうか。昨日、まあね、あの無限の車が止まった原因が分かってれば、そうですねということにはなりますが、ただこれガレージに入れるわけでしょう。ガレージに入れるということはそれなりに作業しないとっていう、ちょっとやそっとに直るような原因ではないでしょうか。次郎さん、そうですね、まさしく昨日予選の最後の最後、その無限の16号車が止まった原因もですね、電装系のトラブルだったということをあの取材しました。その電装系、今ね、昔だったらヒューズであったりとかリレーであったりとか、ちょっと古いちょっと古いですけどね、もう100円台のね、部品が飛んでエンジン、マシンが止まるってことはあるんですけど、今そんな簡単なもんじゃないですから、複雑な構造になってますからね。はい、というのも昨日16号車に起こってるってことは、多分全車がチェックしたはずなんですよ。同じトラブルのことが予兆がないか、はい、ですからそのまま16だけに起こってるんじゃなくて、全車が調べたはずなのにみんなに起こり始めてるって、これはちょっと謎ですよね。疑わしい部品は絶対返ってるはずですよね、ホンダ勢としては全車がね。あ、罰を出してますね、罰出してますね、はい、オフィシャルに罰を出してますから、これも動かないですね。これも引かなきゃ牽引するのかな。ゆらさん、はい、そういう部分ではその部品が変えたといえどもですね、部品がそれが悪いのか悪くないのか検証は少なく難しい部分があったと思うんですけど、逆に言えばクオリティコントロールがされてるってことですね。電車同じことがすれば、それはそうですね、その問題を抱えてるってことですよね。ああ、一度戻されますね。これ電装系のトラブル、伊良さんもうちょっと説明すると何が、まあ、後ろのカウル開けてますけど、そうですね、エンジン周りの何かその電装の問題があるんですか。要するにエンジンコントロールユニット関連ワイヤーハーネス、いろいろ考えられるんですけど、はい、なかなかね、電気っていうのはそのトラブルを壊れたままでいてくれればこれだってわかるんですけど、電気ってなんかいやらしくてですね、しばらくすると何事もなかったかのように復活したりするんですよね。あ、そうですか。はい、でそうすると余計その時はですね、原因がわかんないんです。ずっと壊れててくれると、ここが壊れてるっていうことはわかるんですけど、ところが
ついたりつかなかったりだと、これが本当にあのピット戻してエンジンかけてみたら普通にかかっちゃうよとかね、そういうことが電気の難しいところで。ただ16号車に昨日起こってるんで、16号車は徹底的に見たはずなんですよね、その部分。はい、あ、サシャさん、はい、その16号車、はい、今16号車にちょっと取材をさせていただいたんですけれども、はいはい、その原因はちょっと分かってはいるんですけど、対策ができていなくて、で、あの NSX 全車共通ということで、おそらく他の、チームも危ないんじゃないかという、はい、コメントをいただきました。対策ができていない、じゃあ爆弾を抱えたままの、そうですね、状態でレース、運がいいわけですね、動いてる車は、ね、はい、さあ、そしてこちらはキーパーが迫る、インナーを取った、タイヤスモーク、そのまま前に出るか、ちょっとレート過ぎたか、いやー、キャシリーがかなり熱い走りで今先頭を取った、最初から熱いですね、後ろからは前頭来ている、トップ3台、いや、前頭もやってますね、ちょっとモチュレデセックスが危なかったですね、今大仕掛けましたか、前を走ってるのでレース引っ張らなくてはならないので、はい、さあ、山内がインナーからこの S 字の後のアドウッドで抜いていきました、これで5番手スバル BRZ、 あーっと、マーク X クラッシュ、ウォールに当たりましたかね、いや、これはもうウォールに確実に当たってると思いますね、当たってますね、前から、あー、またアウトがリプレイです、あー、単独スピンですか、そうですね、あー、これはちょっとかなり打ちましたね、コンクリートに直撃です、グリーンフラッグが振られていますが、これレースは多分セーフティーカー入りますね、自力で、動けないと思います、さあ、キャシディが抜いたままトップ、その後ろから大島また迫っているが、ここは立川までの3台、まだちょっとウェッジポーツ関口は近づいてこれないですね、あー、レイブリックが今度は山本にも同じ症状が出ているのか、電気はついているがスローダウン、消えた、4台目の NSX、はい、次郎さん、はい、FRO がのボードだったんですが、今変わりましてセーフティーカーのボードに変わりました、セーフティーカーが入ります、そしてセーフティーカーの瞬間にレイブリックが止まる、どうしたんだ、ホンダ本当にすごいクオリティコントロールっていうか、あの物のレベルのパーツの揃ってる、はい、寿命が素晴らしく揃ってますよね、こんなことをね、素晴らしいって言ってもしょうがないですけど、1台に起こったら全車に起こるという、はい、これで昨日症状が出たモチュール無限のみ、はい、昨日出てもう出切ったってことなのか、うん、そうですね、昨日出てよかったのか、まだ爆弾を抱えているのかということですか、あ、動き出した、動いた、やっぱり電気ですからね、こういうふうにですね、何度もセル回してるとまた動き出したりするんです、さあ、セーフティーカーなのでピットレーンには、これは閉じております、入るとペナルティの対象、それ分かっていってますかね、これはこのまま走り続けるのか、あ、また失速した、うん、ちょっと300のペースですからね、後ろアウディの R8 ですけど抜かれるくらいの勢いですね、これ全然加速しないですね、だって後ろ渋滞状態ですもん、これ、これ多分失速してますね、イエローコーションじゃないんですか、イエロー、うん、イエローです、イエローコーションで遅いんですかね、これ、いや、違いますよ、いや、これはそうなんですけど、他も抜くわけにもいかない、そうなんですよ、はい、イエローコーション、ただこれ明らかに遅いから抜いてもいいんですけど、こういう場合はこれペナルティ対象にならないですね、はい、ならないです、ただ今ちょっと普通に走ってた時は抜くわけにいかないっていうのがあって、ただこれやっぱり失速、あれ100号車失速してますよね、 あのアウト側に止まってるのは、いや、あれがレイブリックですね、あー、そうですか、レイブリック、今ちょうどレイブリックがマーク X のところに来たところで止まりそうなんです、あー、でき切れたりついたり、今情報で、セーフティーが2周した後にメインストレートでもう一度停止してという、今また赤ですか、はい、運行が場内で提示されております、いや、2017年開幕戦は大波乱、これでもここまでクオリティコントロールがされてるとこんなこと言っちゃかわいそうなんですけど、 NSX は全車1回ピットに入れた方がこの度にこうなっちゃいますよね、
レースができるコンディションにないと考えられますよね、はい、いや去年までのなかなか苦労していたところから徐々にねこの連戦に並ぶところまで来て連戦数はね好調を取り戻したあの兆しが出てたんでね、今シーズン、まあ、GTR が逆に苦労する中レクサスとのバトルがと思っていた矢先なんですが、そうですね、これはもう一度マーク X のクラッシュですね、 ですね、これはでもあまりスピンする場所ではないんですよね、ちょっと不思議なスピンですね。先ほど言ってた ABS は関係してるんですか。いやブレーキではないと思います。もうあの確実にもうブレーキングは終えて、アクセルを踏み込んだ、はい、ところなのでにトラクションかかりすぎちゃってこうそういうことですね。そうするとフロントとリアのバランスが悪いっていうことになっちゃいますけど、ただあそこのコーナーそんなにこうスピードが出てるコーナーではないので、はい、多少テールスライドしてもしかも立ち上がりで踏んだところですよね、うん、そうなんです。あのアクセル戻しちゃえばスピンするまではいかないぐらいのコーナーなんですが、いや、サッシャさん言う通り本当にこのセーフティーカーペースカーがね NSX で、はい、本当になんか皮肉になっちゃいます ね。まさかレイブリックまでが残り1台ですね、NSX は。ホンダファンの思いはこのモチュール無限 MSX がとにかく一心にですよね。そうですね、まあ、でも今までなかなかここまで揃ってトラブル起こすってことは初めて見ました。ねえ、なかったですよね、はい。17号車が出ていける。最初にトラブルが出た景品、その景品は出られるんですね。いや今出られないですよ、ピットの出口は赤ですよね、うん、はい、あ出られるって参加できる、参加できるってことですね、はい、ただもう8ラップということになってますね。そうですね、周回遅れにはなっちゃいますね、まあ、ただこうなったらもうとにかくデータ取るためにも走りたいですよね、はい、RTA はリタイアするという情報が入りました。 ARTA のNSXはリタイアという情報です。復活しなかったんですね。景品は戻れましたけどね、セーフティーカーの NSX のライトはついております。セーフティーカーの NSX のライトはついております。セーフティーカーの NSX のライトはついております。続いて100号車のレイブリックリタイアの情報が入ってきました。さあストレートに入ろうかというところです。アドウッド横に並んだ、横に並んだ、サイドバイサイド、サイドバイサイド、ストレートエンド、インガーは小払い面、インガーは小払い面、接触、接触した、そのまま直進関口、しかしここは高速復帰できそうですが、もったいない。あーと S ロードが、 S ロードが、 S ロード、これは何があったんだ。これタイヤがおかしなことにはなってるでしょうね。塩だ、ヨタヨタしてますもんね。はい、右に寄ってってるような。あ、ここは抜かれるね完全に。さあバックストレートサイドバイサイド、いやまだ前だ、ビバック8億。あー、その横を今S ロードが止まっていますが、イエローとか今出てなかったのかな。あ、それで S ロードが止まってたので、あ、それで戻ったかな、戻った可能性はありますよね。ということはちょっと経費に今もしかするとイエロー大丈夫っていう気はしましたが、これは500、300と関係ないですからね。そうですね、もうあのイエローフラッグはイエローフラッグなので、あ、コースアウトした。でもその前からおかしかったんですかね。かもわかりませんね。タイヤが左リアですかね。違うか。まあ、ちょっとまともな動きではちょっとないですよね。何かトラブルがあって足回りにトラブルがあったとか。そうですね、はい、壁に当たる必要がないですよね、はい、タイヤがちゃんとしてれば、ね、はい、しかもこれ、サッシャさん、ハイジロさん、上位陣、レクサス一番最初にからすると、おっと、スバル BRZ が止まっている井口。これはパイパーとダブルヘアピンの間ですよね。そうですね、はい、前線してたのにね、どうしたんだろう。それまでいい位置を走っていたんですが、さあ、そしてインナーを取っているのはカルダレンリー。ヘアピン、ブレーキ、スモークが上がって中島和樹オーバーラン、止まるのと、なん
ちゃった。サシャさん。はい、エミさん。先ほど止まってしまいました S-BAR BRZ なんですけれども、はい、バッテリーのトラブルということで止まってしまったそうです。あー、もったいない。なんか電気が多いですね。今日は電気がね、本当に多いですね。楽しみ。あっと、プリウス、これはカローラミエの方ですね。30号車、コースアウトしてますね。そうですね、はい、コースアウトしてますね。これですね。あ、1コーナーだ。あー、タイヤスモークから止まりきれなかった。あ、なんかパーツが飛んでる。あ、これタイヤ、タイヤだ。フロント足が壊れて、あ、ブレーキングで、昨日のあれが癒えてないっていうのはどうですか。あ、なんかあの影響があるかもしれませんね。あの、直したんだけど、直り切ってなかったっていう感じじゃないでしょうか。あの、左フロントと左やり、左に2回あのコンクリートボールに当たって、そうですね、はい、両方の足回りが多分大きく壊れたと思うんですが、それを朝5時だから6時までかかって徹夜で直したという話でしたが、ね、これはでもタイヤ落ちなければいいけど。そうですね。オレンジ M6 は結局4番手に戻る。あーっと、フェラーリ、フェラーリ、これは新田選手ですかね。どちらでしょうか。田中選手がスタートドライバーだったんで新田選手だと思うんですが、これはでも大きな、これはクラッシュ。本人も大丈夫でしょうか。これコンクリートに当たってますよね。だと思います。 SC です、 SC です、 SC 入ります。セーフティーカーです、セーフティーカー。ここで53周目セーフティーカー、フェラーリ488、大きなクラッシュ、セーフティーカー。あと新田選手大丈夫でしょうか。今レスキューが来ていますが、ここにまだ中ですよね。ちょっとどういう当たり方をしたかにもよりますけどね。ちょっとドライバーも怪我がないか心配です。心配ですね。レースは今デブリを避けていく形で、これですね、インナーに1台エプソンがいて、あー、いや、これはでも全く見えてないんですかね。見えてない感じ。あ、そのままフロントから、うわー、これは結構なダメージですね。フレームまで行きましたね、車もですが、ちょっと衝撃大きいですね。これドライバーの G もすごかったと思いますよ。今ノーブレーキですよ。ドライバー足元大丈夫ですかね。フロントからドンと直角で行きましたからね。ちょっと新田選手のうまい味付けで車が仕上がってるんだと思います。なんて言うんでしょう、 25%、ダウンフォースがなくなるよっていう規則のために開発をすると、はい、なんとかダウンフォースつけようと、新しいルールでもそれを 20% にしよう、 15% にしよう、 10% で済ませようってやりますよね。そうするとおかしな形でダウンフォースばっかりついちゃうマシンになっちゃう可能性があるんですよ。数値上は上がってるけどっていうことですよね。なるほどね。まあ、そうですね、そのバランスが悪い。あ、はいはい、変な形の、ですから、あ、これ BRZ が止まる瞬間ミスファイアが起きてますか。あ、そうですね、火が出てますね。まあまあ完全に火が出てるから、これはもうミスファイアを見てます。点火がおかしくなっちゃってますね。まあ、電気系の何かプラグのトラブルとかですかね。ちょっと待ってください。シンティアムの RCF が動かないですね。動いていない。これ今飯田選手が多分乗ってると思うんですが、この一度止まるっていうのはね、それまで走り続けてれば何でもないものが、結構きついものがありますよね。結構熱がこもったりとかして、はい、あ、動いた。このポルシェの方が松井選手ビバックで打ち込む。あーっと、スピン、松井スピンだ。ここでスピン、ここはちょっと見えませんが大丈夫でしょうか。後続が当たらなければ大丈夫そうですね。すごいですね、あそこで踏んでましたね彼でも。すごい、すごいですね、回りながらも。あー、レオンまで耐えてたんですけどね。これでレオンが2番手、もったいない。ガルフナックが3番手、ビバックは4番手にダウンです。いや、なんとかコースにとどまりましたけどね。これでぶつかってないのもすごいですね。本当ですね、はい、もう一度見ましょう。なぜスピンしたんだろう。でもスピン、あ、侵入からスピンの体勢になっちゃったんだ。あれですか、誰にも当たってないですね。当たってはなさそうですよね。す
すごい。スリップで、あれですか、グリップがなくなっちゃいましたか、金賞が。1秒4の差です。これは？あ、先ほどの、あ、スピンですね。ビーバックのスピンの件ですね。よくワコーズ、カルダレリも抜き、そうですね、アウトサイドに。これ戻して、ここも危なかったですね、はい、中島和樹選手の英雄も。でもこの松井選手の身体能力もすごいです。あの中で、ちゃんとシフトダウンして、回転を落とさずに回し続けてますよね。で前向けてまたすぐ加速、はい、最低限の時間で回復してるのは、あそこで止まっちゃったら走り出すの大変ですね。そうですね、はい。あえてもう踏み続けとかないと、結局ハンドルだけでは困り効かない車なんで、レーシングカーが反対向いちゃったら切り返しできないですからね。そう、そこはね、ちゃんと向きを変えて、すごい反応、すごいこう反応しましたね、最終コーナーに向かいます。2017オートバックススーパー GT 開幕戦岡山、制したのはキーパートムス LC500、 見事に勝利。2番手にワコーズ、3番手デンソー、4番手ゼント、5番手 AU、 6番手ウェッツスポーツ、レクサストップ6完勝。そしてこちらは独走状態。いやー、いい仕事しましたね。 GT300 の勝者はグッドスマイル初音ミク AMG、大きなアドバンテージを持って初戦を制しました。後ろからはレオン、AMG、メルセデス、ワンツー。